今日も全力ぶっちぎり、マキピロ君だ。リオでございます。はい、来ました、ワールドトリガークラバー第2弾ですね。はいはい、と俺のサイドエフェクトが言っている。いや、言ってるとかじゃなくても来たんです。来るんです。あ、そう、はい、サイドエフェクトとかじゃないから、サイドエフェクトとかじゃないからな。えらいなまったけど大丈夫かな。はい、ちゅうことですね、はい、まあ、今回は第1弾、第2弾、そして、星5制限。違う、星5。はい、こちらの3部構成となっております。はい。よければね、皆さん、全部見てください。お願いします。ということで、今回の動画では、はい、第2弾のガチャキャラクター、はい、こちらについて触れていきたいと思います。まあ、皆さんがね、どこ狙おうかな、ピックアップとかありますからね。うん、やっぱそこで、どういったキャラクターを狙っていくのかとか、まあ、手持ちのキャラによって欲しいキャラがね、はい、変わってくると思うので、うん、よければそれを参考にしていただきたいなと思っておりますので、いろいろ調べた情報を皆さんにお届けしたいと思います。全力。マジで。ということで、まずは1キャラ目、はい、キサキレイジ、レイジさんですね。総合評価の方は A とさせていただきました。トリプルじゃない、いくつや、1、2、まあいいや。A ばっか、A ばっか。あ、で、まあ、ワクワクの実はね、過激盛りでいいんじゃないかなと思われます。うん、で、英雄中戦型の章はこれ使っても OK かなと思われます。はい、はい、ということで、アビリティなんですけど、超アンチダメージボール、うん、だからダメージボールに触れると 1.3倍。はい、で、超マイスイッパー M、うん、まあ、地雷をね、最初から所持しておって、直殴りの倍率の方が 2.0倍。うん、で、弱点キラー持ってます。はい、1.5倍。うん、ちゅうことで、直殴りの最大火力なんだけど、はい、超アンチダメージボール、超マイスイッパー M、 弱点キラー、こちらで 3.9倍、約4倍です。すごいね。はい、結構軽、殴り火力高いキャラクター。うん、うん、あとですね、回復 M を持っております、はい、うん、だから殴りも強いし、サポートもできるキャラクターという感じかな。うん、これはね、結構やばいです。いいね。はい、友情、はい、超絶貫通拡散だ、イエルさん。うん、ということで、まあ、他に持ってるキャラクターといったらマルタとかベルゼ。はい、で、マルタはね、砲撃型で 34,563。 うん、だから弱点キラー乗っかってくるとマルタ超えるといった形になります。で、最近ね、重心化回避しましたベルゼ、はい、こちらがスピード型で、まあ、封じ M 乗っかったりとかレーザーバリアキラーとか乗っかるとちょっとおかしな数字になるけど、まあ、こちらはね、もうしょうがないです。はい、はい、で、もう一つの友情がユースピアップ、うん、友情コンボがアップのスピードがアップ、うん、なんで、こいつは艦隊性能も結構高いキャラクターかなと思われます。うん、はい、はい、ストライクショット、はい、これが16プラス8ターンの最大24ターン、うん、自強化と停止後に全武装を放つ。フルアーマーって言うんだっけ、なんだっけ。あ、フルアーマーかもしれん、なんか言ってたね。うん、で、こちらはね、無属性攻撃です。うん、あとボスヒッチュ、うん、あ、貫通して弱点も拾っとるんだけど、うん、これがね、どんな形で拾っとんのかっていうのがちょっとエフェクトが見づらくてよく分かんなかったけど、弱点の方も拾うから結構な火力が出せる。うん、無属性で、まあ、使ってみたら見たけど、うん、あんだけ火力出せるストライクショットって結構珍しいなと思って。うん、使えるゲスト、はい、こちらがゴーデツパラドックス、うん、あと爆絶ティルナノーグ、アガルタ、アラミタマなど、うん、超絶ダマスカス、デーバ、リョフなど、うん、で、近畿の動くが2、裏5、7、裏7、19、22、うん、で、長距離曲は新浦島太郎、うん、中間取りまとめです。はい、いけるケースがね、非常に多い、うん、特に近畿の22の5区、うん、こちらは現状で最強キャラと言っても過言ではないのでしょうか。使ってみたら22使ってたよね。そう、うん、やっぱクソ強い、うん、で、直殴りの最大火力も高く、うん、友情火力もね、そこそこあるし、ストライクショットもね、結構火力が出ます。うん、回復 M や U スピーアップでサポートまでこなす。うん、さらに超バランス型にすれば優位属性での補正もあるので、キャラが少ない人におすすめできる優秀なキャラクター。使いやすそうだね。そうやな、結構いろんなとこ行けると思う。うん、うん、まあ、とにかく優秀かな。さすがレイジさん。はい、次のキャラクターはカラスマ京介、鳥丸くんやね。はい、総合評価の方はごめんなさい、ピーとさせていただきました。あれ結構好きなんだけどな。じゃあ俺も結構好きなキャラクターで、ーその補正入れようかなと思ったけどやめました。めっちゃイケメンなのにな。ワクワクの実は過激盛り、英雄の証、戦型の書はね、ちょっと現状では使用しない方がいいと思います。うん、
ということで、なぜかっていうところをね、詳しく掘り下げたいと思います。はい、まずアビリティの方が超マイスイーパー M、うん、まあこれは最初からね、地雷4つ所持しておって、うん、直殴りの倍率が 2.0 倍、うん、で、超アンチ減速髪を持っております、うん、まあ減速髪に触れると加速すると。で、ドレイン持ってます、うん、敵を直殴りするたびに HP を回復、うん、で、回復量はね、あの与えたダメージに依存するんで、攻撃力アップとか、まあ、キラー効果とかあると、まあ、それがね、結構生きる形になってきます、うん、超マイスイーパー M のこの地雷のね、直殴り、こちらもね、うん、ドレインにあの響いてくるといった形になります。友情、はい、全敵貫通ロックオン衝撃波3、うん、ということで、他持ってるキャラクターってちょっと上げてみました、はい、ラム、アムリタ、まあ、こちらね、全部バランス型で同じ数値になっております、うん、で、ちなみに今超バランス型なんで、超バランス型にすれば優位属性の場合補正が入るんで、もうちょっと火力は伸びると思われます、うん、で、もう一個の友情が長距 SS 短縮弾、はい、こちらがまあ短縮弾をね、触れたキャラの進行方向に発射するんですが、味方に当たるとね、うん、SS 弾を短縮してくれます、うん、こちら2弾です、はい、で、他に持ってるキャラクターはまあ他も一緒です、数値は、うん、ニーチェとマルタアルファとかになってきます、うん、はい、はい、全部バランス型なんで、まあ参考にしてください。はい、ストライクショット、はい、20プラス4ターンの最大24ターン、うん、自強化と、停止後近くの敵に向かって再度走り出す、うん、で、停止後はね、カグラと同じような感じだと思われます、うん、で、止まったら攻撃力アップをして、うん、その状態で走り回るといったね、ストライクショットになっております。スカルクエスト、はい、こちらがね、ちょっと問題なんだ。豪絶マーチ、爆絶アポカリプス、超絶吸気、解明獣怪、ティファレットなど、近畿の極が裏8、15、裏15、30、うん、上級極の方は新芝、うん、ということでまとめです。はい、豪絶マーチで使用が可能なんですが、友情で雑魚処理するにはおそらく火力不足です、うん、ちょっとね、これ計算したんだけど、やっぱね、多分足りんと思う、うん、そのためおにゃんこっぽんより優先度が下がる、うん、30の動きは貫通の点と友情火力が非常に高いわけではないので、うん、サンダルフォンなどより優先度は下がると思う、うん、現状で大きく活躍するクエストは正直ないかなと。なるほど、そうなんですよ。そうか、スペックそこそこ高いんだけど、うん、なんかもう一声欲しかったなといったキャラクター、眠っちゃうかもしんない。そうやな、ちょっと現状では難しい。他ライバルが結構強いから、そうね、そこと比べちゃうとちょっと見劣りするかなといったところがあります。はい、はい、次のキャラクターが白田本部長、はい、本部長、本部長が来た、うん、うん、総合評価の方は S とさせていただきました。お、 S、 はい、篠田の S。 あ、そうやなそういうわけではない違うの、イニシャルから取ってね。あ、そう、こんなに S つくことってさ、珍しくない。いやー、でもその分ちょっと使えるクエストっていうところで大きく下がっとるんやけど、うん、一応まあ将来性を見込んで S つけたっていう感じ、うん、だから感覚で言うと、友情はめっちゃ強い、ストライクショットもめっちゃ強いんやけど、使えるクエストがむちゃくちゃ足を引っ張って、うん、まあ、ギリギリ S 入れるか入れんかぐらいのところになっちゃったかなといった形になります、うん、はい、で、ワクワクの実は過激盛り、はい、で、即必殺、うん、で、まあまあまあ遊撃もありかなとは思うんだけど、うん、まあ、でも基本的過激盛りと即筆差つけるのがいいと思います。はい、で、永遠の証と戦型の書に関してはこれ優先的に使ってもいいのではないかなと、うん、まあ、でも将来的にっていう形なんで、まあ保留にしといても全然問題はないと思います。うん、それでアビリティです。はい、超アンチワープを持っております。だからワープの数に応じて攻撃力が上がります。はい、マイスイーパー EL、 こちらが地雷を回収できるアビリティで、地雷を持ってる時は直殴りの倍率が 3.0 倍、うん、なおかつ状態異常底力、これ自身が状態異常を受けている状態で攻撃力がアップします、うん、1.5 倍、うん、ちゅうことで直殴りの最大火力なんですけど、マイスイーパー EL 状態異常底力、この時点で 4.5 倍、うん、ここに超アンチワープ、要はワープの数で攻撃力変わってくるんで、はい、まあ、例えば6個だったらなんと 5.85 倍バケモンか。さらに超バランス型にすれば、優位属性に対してここにさらに補正が入ると。めちゃくちゃ強いんじゃないの。まあ、めっちゃ強いと思う、うん、で、超アンチ減速壁を持っております。はあ、あの火力の上で減速壁に触れた際に加速します。お、あとは超レーザーストップ、こちらはレーザー攻撃を貫通させずに受け止めて、うん、なおかつ HP が3000回復するといったアビリティになっております。はい、優勝、はい、エナジーボールエナジーボールドーン。はい、属性友情で敵に触れると炸裂する属性弾を触れた味方の進行方向に発射。はい、はい、ダウトが持ってるやつですね、うん、はい、白田本部長はバランス型、ダウトはスピード型、つまりですよ、うん、
超バランス型の場合、優位属性に対して補正が入るんで、ダウトを超えてくる可能性があると。絶対これ線形の人使った方がいいでしょ。まあそういった意味ではね、さらにね、このエナジーボールなんですけど、はい、まあ、ダウトとかでですね、まあゲージ飛ばしとか結構やれちゃったりとかしてたんで、まあ、優位属性であればまあそれを超えて火力出せるんで、まあ、ちょっと期待できるんじゃないかなと思われます。超絶次元座、はい、こちらは無属性友情で超強力な鋭い刃が弱った敵を攻撃、ちゅうことで、まあ、黒崎いちごとかタオレンが持っております。はい、まあここに関しては、まあ、そんなに期待はしておらん、まあやっぱエナジーボールかなと。ドーンとね、でストライクショットです、はい、こちらが18プラス8ターンの最大26ターン、ちょっとね、重め、で自強化と、停止後に最初に触れた敵に旋空攻撃を放ち、後に追撃があります、で旋空攻撃の方、要はズバッて切って弾みたいなババババって飛ぶんだけど、こちらが無属性で直殴り馬率は乗っておりませんでした、で追撃、こちらは弱点に向かって追撃します、で直殴りの馬率は乗ります、こちらは、つまりまあワンパンキャラクターですよ。おー、いいね。あの演出めちゃくちゃかっこよかった。あ、こうザーザーザー最後にスコーン、かっこいい。いや、なかなかね、篠田本部長がマジで星6に入ってくるとはちょっと思わなかった。ちょっとね、完全に予想外やったけど、でも発表あった瞬間テンション上がった。あかん、次行こう。問題ここなんですよ、はい、使えるクエスト、豪絶アリアで使えるかもしれんと、あとイグノーで使えるかもしれんかもしれん。これはちょっとね、やります。はい、はい、やってみてからやね。そうですね、ちょっとまた報告したいと思います、はい、あと爆絶はエリシオン、エデン、超絶はブルータ、スカイ、地獄天、キュウキなど、で近畿の極は裏6、裏8、裏14、15、でまとめです、はい、現状でギミック対応している適正クエストは正直少ないです、ただ友情火力、直殴り火力、ストライクショットの火力とスペックが非常に高い、そのためギミック無視で固定放題やワンパン要因として使用する可能性が非常に高い、で先ほど使えるクエストあげましたが、はい、あそこで収まるかって言ったら多分収まらん、まだいろいろボロボロ出てくると思われます、でいろいろなクエストで悪さをする可能性を持ちます。欲しい、これは絶対欲しい、篠田本部長はマジで欲しいね。出るまでやな、これな。そうですね、まあ、これが出るまでです。はい、じゃあここ大事なところです。はい、引くべきか、で、さまざまなクエストで使用ができるのはレイジ、で、可能性を持つのが篠田になります、で、ブリーチコラボ第2弾の浦原キスケが後々アビニベーシャなどで活躍しだした実績があるので、篠田の存在はめっちゃ怖い、多分ギミックバンとは当てはまらんと思う、ギミックはどこかしらミュってなるとは思うんだけど、それでも活躍するんじゃないかなと思われとる。いや、楽しみだね。これはね、ちょっと楽しみです、で、追加の情報です、はい、実際にガチャを引いて使用して豪絶などいろいろ悪さができるのか、使ってみたや最終考察などで皆さんにご報告したいと思っております。はい、で第1弾重心化のキャラの考察も別で上げておるので、はい、よければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。お願いします。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい目見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、サクッと出ればいいんやけどな、篠田本部長な。いやー、これは欲しいな。ただな、ちょっとこの前のガチャでやられすぎちゃってて。だいぶやられてましたね。はい。え、これメインとサブどっちで引くの？メインです。そうやな、もうサブあらへんもんな。はい、メインやな。メインです。怖いね。3月またあるのにね。しかもほら、メインがお互いチカちゃんラック90になってない。ああ、そうだ、なってないわ。それもあるから。確かにね、はい、引くならメインやな。そう、メインなんです。だ、あの意味よかった。よくねえよ。あんなボコボコにされていいわけねえだろ。いいわけねえんだけど、まあそういった意味ではなんか不幸中の幸いというか、幸いではないな。不幸中の最悪の不幸にはならんかったかなといった形。そうやな。はい、ということで、まあガチャの方も楽しみにしていてください。はい。